明治4年5月、木戸高吉と梅野心と、木戸昭次郎明治4年9月29日、梅野心と、木戸松子高杉東一十月大正2年7月11日は、明治時代の外交官、高杉新作の長男、母は政子、陽名は梅野心。名は春男、父、新作は梅野心が4歳の時に死去、父の死後は、萩から、 山口城下茶臼山に移り住み、母と祖父母に育てられる。慶応3年6月17日家く。明治4年5月、祖父、小中部との了承のもと、木戸高義に伴われて、東京を訪れ、木戸とそのよう小二郎と梅野心、木戸の妻、松子と梅野心が写る、写真2枚が木戸家に残されている。明治10年、梅野心の教育のため一家で上京した。 商法講習所で学び、外交官となる。明治15年に伊藤博文に従って要講する。明治21年、英和新国民大辞典を編纂し、辻元直書道から出版。外交官として海外に駐在した。明治20年11月30日、谷市から高杉市に改正。谷梅野新から高杉統一に改名する。大正二年、十八歳で。 東京で死去。荒井昌平三女、茂との間に、陽子、春子、春太郎、新次郎の4人の子を設けるが、3人は創生し、母の雅子は晩年の取材で、夫、子、孫と多くに先立たれた肉親の縁の薄さと、寂しさを語っている。唯一残った、春太郎の子に価値があり、新作の子孫は現在まで続いている。ありがとうございます。